はい、まずスタートですねスタートは3番の渡辺晴友選手が取、ね、りにいきましたもう渡辺晴友選手といえば本当ダッシュ力の優れた選手なのでやはりここは、ね、柳田選手からすると心強いですよねまずは静岡勢ですね6番の柳田選手そして渡辺晴友選手が前段ですね、はい、そしてその後ろなんですけども井上雅樹選手がいますから山崎選手がこれから上昇してきます7番1番ですそそしてその後ろ なんですけども2番の鈴木莉梨選手の後ろ、神山選手ですね、2番、5番と関東勢ですね、そしてその後ろなんですけども、4番、8番、ここは地元勢ですね、中部です、柴崎選手4番、8番の近藤選手4番、8番という並びですね、最後方には9番、今日は短期で走ります、鈴木宏選手ですね、千葉です。このようなラインで レースが進みますけれども、まやはりここはね柳田選手、日頃は後方から抑えて位置を取るんですけども、やはり今日うはスタート取りということで、いつもと違うねレースが見られると思いますね、うん、この中では、あとはこの中では先行ね一番しそうな7番の山崎健人選手ですね。まこのレースは。 3着までが準決勝の権利ですから、えー、やっぱり3着まで持つような選、ねうんえー、先をしなければいけません、かといってね、思い切ったレースもしなければいけないので、まあ、ここは優勝、えー、選手を連れて、どんな仕掛けをするかが、ね、非常に注目ですよね。 そしてその後ろ、鈴木隆二選手なんですけども先行まくりが最近は位置取りをするようになってきたので亀山一郎選手からしても本当にね頼もしいもう後ろにはね下がらないというレースっていうのが非常にいいレースを最近してますよね。残り2週の 青番バックですね、2周半、えー、早めに柴崎選手が抑えに来ましたね、近藤選手を連れて、えー、上昇ですね、鈴木選手はそこについていきませんでした、鈴木宏選手、えー。そこに鈴木隆選手が乗る形になって、4番、8番ですね、えー、そこにうまかったですね、鈴木隆選手、ここで1回切ります、えー、ここでね、鈴木宏選手も切ってもよかったと思うんですけれども、まあ、ここは鈴木隆選手の方がね、うまいレースをしたなと思いますね。7番の山崎選手が来たところでこころででね、えー、インで 2番手でどかしにかかるんですよね、その隙に、えー、9番の鈴木宏選手がね、えー、ここがもう本当混戦になりましたね、ね後ろを見ているということは、やはり井上選手を、ねうん、確認してたんでしょうね、思い切っていった柴崎選手、ここは、ね、ドンピシャですよね、タイミング、えここで7番の、えー、山崎選手がバランスを崩したところもあるんですけども、まあ、立て直してここから追いかける形になりましたね、まあ、鈴木瑠選手も内側突っ込む鈴木宏選手とね、デッドヒートなんですけども、まあ、ここは地元勢の4番、8番。えー 柴崎選手と近藤選手がワンツー、そして追いかけた山崎選手が、ね、3着ということで、4番、8番、7番という形でね、肩を組んでますけれども、<laughs> 嬉しかったでしょうね、この2人ね。<laughs> はい、はい、おめでとうございます。<laughs> はい